賭けをしようじゃないか、舞台人よ。舞台人だと？名も知らぬ悪魔よ。劇作家にして哲学者、この世の全ての舞台に立ったと言われるあんたに俺様が見せてやろうと思ってね。誰も浴びたこともない最高のきらめきってやつを。その見返りは？悪魔はいつも交換条件を持ち出す。そのきらめきに見せられた時はあんたの魂をいただく。面白い。賭けは成立だ。さあ始めよう。魔法を呼ぶと、はい、その瞬間に満ちた魂、地獄の底を照らすのさ、その魂、最高のきらめき、永遠の大切。ライバルか。何がおかしい。そなたは見事に演じてくれた。私を追い立てるライバルの役を。役だと？俺はあんたのライバルだ。人は言った、私をサラブレッドと天才と。されど喝采の中に見えてきた演じるべき誠の役、究極の舞台人の姿が。それがこの器、あらゆる舞台、あらゆる主役を映し出す神の器。器？それが器だと。そう、感情とも本能とも無縁のこの空っぽの器こそ私。そんなものがお前の魂だと。試練、聖者には誘惑、私には悪魔。その瞳に私の姿を映し出せ。その耳に私の声を、その胸に私が悔いを。神の器が幾千幾万の無限の私を映し出す。そして皆もよ映せ、無限のこの私も。あんたが空っぽなら俺が求めた魂はどこだ。俺が賭けをした相手は誰だ。英雄には試練を、聖者には誘惑。私には悪魔を。
ポジションゼロ。ディスイッツ。確かに星は弾いたはず。星ならまだここにもあるわ。ねじ曲げるのか、舞台の断りは！交わした契約を忘れたの？このレビューが終わるのは誰も見たことのないきらめき、それを見つけた時だけ。なんだと？空っぽの神の器？笑わせてくれるわ。あんたは神の器でも空っぽでもない。おごりも誇りも妬みも憧れもパンパンに詰め込んだ欲深い人間よ。死んでも死んでも私は蘇える。天道マヤ、ライバルであるあんたをねじ伏せるために。月の輝き、星の愛など血肉の通わぬ哀れな幻、果て散る劇場を満たして今あんたの心に叩きつける。99期生西条クロディーヌ、今宵きらめきであんたを、はあ、やめろ。なんということを。私をねじ伏せるなどと。罪のルナ、西条クロディーヌ。輝くチャンスは不平等。ちぎって喰らえ共演者。愛も自由も敗者のざれごと。天上天下、ユイが独行。99期生天道マヤ、奈落で見上げろ、私がスターだ。感情にまみれたこんな姿、もっと見せろ天道マヤ。観客はそれが見たいのよ。あんた今までで一番可愛いわ。私はいつだって可愛い。あなたでなければ暴かれることはなかった。私だけがあんたをむき出しにする。舞台の私の全てをさらけ出せる舞台では、さらけ出せる相手がいる舞台には、私たちは舞台を愛し舞台から離れられない。哀れな道家、違う、ライバル。あなたがいればもっと高く、あんたの私をより美しく。英雄には試練を、聖女には誘惑を、私にはあなたを。
愛情クロティーヌ、あなたは美しい。賭けは私の勝ちよ。では続きは明日のこの舞台で。は？一回勝負と誰が決めましたか？勝負がつくまで明日も明後日も。いいわ、ライバルのレビューは終わらない、永遠に。私たちは燃えながら共に落ちてゆく炎。